わしの理論は間違いない。とすれば、あいつらが持ってきた材料に問題があるとしか思えん。助手を間違えたか。これを運ぶのを手伝ってくれないか。きっとサンディークローズが落としたんだ。届けてあげようと思ってね。届けるだけだよな。いやだな、もうサンディの代わりをやりたいなんて思っちゃいないよ。それずっと着てるんだ。ああ、これ気にしない気にしない。せっかくサリーが作ってくれたから着てるだけさ。さあ、手伝ってくれるんだろ。おお、これはどこにあったんだ。ハロウィンタウンに落ちていたんですよ。困っているだろうと思って届けに来たんです。なるほど。しかし盗まれたプレゼントは他にもたくさんあるのだが。盗まれた？ひどいな、僕を疑うなんて。その格好では仕方あるまい。僕がどんな格好をしたっていいじゃないですか。わかりました。こうなったら、僕たちで犯人を捕まえてみせます。うん。では任せよう。よーし、ソラ、ドナルド、グーフィー、行こう。これはダメ、いらない。怖い。
やっぱりお前たちか。何さ、クリスマスプレゼントを盗んだろ。関係ないぞ。でもそれも面白さ。逃げろ。Yeah!
だ。この町から出て行け。これは町長命令だ。誰か誰か、私一人じゃ何もできないんです。やっぱりハートレスだ。プレゼントを取り戻さなくちゃ。ああ、せっかくのプレゼントをこんなにしちゃって。ジャック、だ、大変だ。わしの実験体が盗まれてしまった。まだだろ。うん、いいよ、僕が用意するからさ。
プレゼントはできたのかな？ジャックが来たら終わりです。穴はどこに置けばいいのかな？いい場所がある。用意ができたら声をかけてくれ。お待たせ。この奥の広場を使うといいだろう。さて、どういう手順なのかな？僕がちゃんと考えておきましたよ。おお。ところでサンディクローズ、見事犯人を捕まえたら次のクリスマスはサンディの代わりに僕がプレゼントを。分かった。まあとにかくそういうことは後で。フレンデー、話してくれ。してるよ。さあ、もう少し。わざわざわ。ごめんごめん。俺たちが踊りだなんて。名案だろ。行こう。あれ？博士の人形が犯人だったんだ。これで全部解決だ。犯人を捕まえたのか？はい、もちろん。でも、どうして実験体がプレゼントを盗んだのか、理由がわからないんです。実験体？プレゼント泥棒ですよ。フィンケルスタイン博士が作った動く人形です。なるほど。そうかそうか。
動く人形か。よし、ジャック。礼をさせてくれ。本番は無理だが、少しだけサンタクロース気分を味合わせてやろう。サンディクローズ。博士の人形は心が欲しかったんだな。ほうほうほう。そうか、実験体は盗まれたのではなくて勝手に動き出したんだ。つまりわしは成功したというわけじゃ。実験体は心が欲しかったんだってサンタクロースが言ってたけど、サリーとは違って心を持たずに生まれたからの。でもさ、心が欲しいとどうしてプレゼントを盗むのかな。それはきっとプレゼントには心がこもっているからよ。博士の実験体、なんだかかわいそうだな。ハッピーハロウィーン。素敵なプレゼントね。これが？箱はどこだい？リボンもないぞ。ジャック、箱なんて関係ないんだ。大切なのはプレゼントの中身。ううん、違う。大切なのはプレゼントを贈る気持ち、相手を喜ばせたいと思う心。そうか、そうだったのか。教えてくれてありがとう、サリー。あれ？なんだろう？いつもと違う気分。なんだかとても素敵だ。サリーからのプレゼントだね。これ？この気持ちが？ああ、サリー。こんなに素敵なプレゼントをもらったのに、僕にはあげるものが何にもないんだ。サリー、君はどんなプレゼントがいいんだい？私にとって一番のプレゼントは、ジャック、あなたと一緒にいられることよ。そんなことならお安いご用さ。俺、プレゼントなんてあげたことないかも。カイリなら何でも喜んでくれそうだね。何でもってのが一番困るんだよな。物じゃなくて心だよ。そっか。カイリもサリーと同じ。ん？一緒にいられれば何にもいらないってこと？
なんだ、あんたたちかい。獲物だと思ったのにさ。や、いやじゃねえよ、まったくよ。おめえらのせいでこっちは残飯あさりの生活に逆戻りだ。もういいって。ハイエナはハイエナらしく生きるわ。シンバはどうしてる？シンバの名前を聞くと笑っちまうぜ。ねえ、もう一回。シンバ。もう一回。シンバ。シンバ。いい加減にしろよ。自分たちで確かめてきなさいよ。シンバの腰抜けぶりをさ。プライドランドの連中もスカーの方がマシだったと思ってるんじゃねえか。何かあったのかな。うん、会いに行こう。スカー、あれ、バボヨシ、シンバに知らせなくちゃね。上にいるのかな。やあ、みんな大丈夫？じゃないみたいだね。なあシンバ、俺たちと一緒にスカーの幻を倒そうぜ。プライドランドのみんなも心配してるみたいだし、バシッとシンバの実力を見せてやるんだ。君たちには関係ないだろう。ごめん。いいけど。こんな時、父さんならどうしたんだろう。それじゃダメだと思うな。お父さんじゃなくて、シンバならどうするか考えなくちゃいけないんだよ。僕ならどうするのか。うん、そうそう。そうそう。親父さんは立派だったけど、もう過去の王様だろ。過去は取り戻せないんだから、今も悪くはないなってことをみんなに見せてやるしかないんじゃないのか。ハクナマタタ、今を楽しく生きなくちゃ。ハクナマタタ、今を楽しめるように。父さんならどうしたかじゃなくて、僕がどうするか。その通り。やっと分かってくれたのね、シンバ。ガヤ、みんなシンバをよろしくね。危ないことはソラたちの役目な。生まれてくる子供のためにも頑張ってね、シンバ。えっへっ、お前は関係ないだろ。まずラフィキにいろいろ聞いてみるよ。幻のことも何か知ってると思うんだ。
うわぁ、お前たち、もう俺たちのことはほっといてくれよ。スカーの幻のことを何か知らないか。スカーの幻？うううう、せーの、知ってるな。捕まっちまった。大変だわ。スカーの幻のことを教えろ。残念、何も知らないで。いや、知ってるわよ。あれは弱い奴の近くに現れるって話。黙れ。出た出た。弱い奴がいるんだ。
なんとか言ってやれよシンバ。王になった気分はどうだ。お前はさぞかし立派な王になったか。なんと言っても偉大な王、ムファサの息子だ。どこ行くんだよシンバは。また逃げる気だな。シンバ。ラフィキが言った通りだね。シンバが弱いままってこと？でもどうしたらいいんだろう。やっぱりもっとシンバと話さなくちゃ。プライドランドへ戻ろう。父さんにも見
に捨てられたのか。やっぱり僕は父さんのようにはなれない。シンバ、それは違うって話をしたじゃないか。シンバはシンバでいいんだって。みんなはシンバが王様としてどうするかを見たいだけなんだぞ。それなのにシンバがはっきりしないから先代の王様は良かったなんて言い出すんだ。分かってるよ。もうだったら何とかしろよ。放っておいてよ。そっか。もういいよ、シュウさん。うん。シンバにやる気がないなら仕方ないもんな。グーフィー、早く。弱い王の周りからは仲間が去っていく。よしよしよ、シンバ。幻におじけづいてるシンバ。やーい、弱虫シンバ。うるさい。どうする気だ。あ、やったじゃないか、幻が消えたぞ。さすがシンバさん。よかったね。君たちが励ましてくれて一緒に戦ってくれるなんて、僕は恵まれているよね。父さんは一人で戦うしかなかったのに。また比べてる。違うんだ。父さんは一人だったのに、僕には仲間がいる。ソラ、ドナルド、グーフィー、ナラ、プンバ、ティモン、ラフィキ、プライドランドの仲間たち。うん、僕は父さんより恵まれている。僕は仲間と一緒に僕の王国を作ればいいんだ。頭で分かってるだけじゃないの？すぐに分かるさ。シンバ！大変だ。スカーの幻がそれはもうたくさんプライドランドに来てる。みんなは逃げたけど、ナラはお前を待つって頑張ってる。我が子を見送るってこんな気分かね。何言ってるんだ、一緒に来てくれよ。お待たせ。シンバは？待たせたね、ナラ。消えろ。やったな、シンバ。手伝ってくれるかい？もちろんですとも、王様。
ください。やつを新馬は大丈夫だよな。王に何の不安があろうか。そう、新馬の勇気は誰も忘れまい。もちろん共に戦った仲間のこともな。君たちの戦いはまだまだ続くの。さあ、このキーブレードが俺のところにある限り戦いは続くってことなんだと思う。ああ、戦いが終わることなどない。生きるとはそういうことなのだ。そんな。勝利の秘訣は心を強くあれ。さあ行け、行くのじゃ。王の仲間たちよ、走り、そして戦い続けよう。シンバ、またな。いつでも歓迎さ。みんな、元気で。国連側へ行こうよ。びっくりさせるものがあるんだ。まあ、立派な銅像だよな。とあの王子様の願い。王子様、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた。何に使うものかも知らない。ねえ、これ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か。人間の住む国で見たいな素敵なダンス、そして歩く
アリエル、俺たち協力するよ。余計なことはしないでくれ。セバスチャンもな。ドリカを知らせるとか。そんなこと言ったって。隣の海藻は青く見えるさ。陸に行くのは大きな間違い。周りを見てごらん、この海の底。なんて素敵な世界だ。これ以上何を望む。素晴らしい Under the sea。 ダーリン、私の言うこと信じて。じゃ働くだけ、朝から晩まで。こっちじゃずっと遊んで泣き。アンダーザスアンダーザス素晴らしい。アンダーザス素晴らしい。歌って踊ってみんなハッピー気持ちで。気持ちいい。いろんな宝たち奏でる。それはなぜわかる、なぜ Under the sea。 Under the sea、 Under the sea、 明るい生きのり、私のため。人間にはスラサと、みんなには生きなジャスマン、生きなジャスマン、素晴らしい。かわいいダンサー、フリル揺れて素晴らしい。ワイルドに決めてハッピー、だから最高、海の底、ここが最高、海の暮らし。アンダーザシー。どうかな、アリエル。セバスチャン、素敵な曲だと思うけど、私は歌いたくないわ。私が歌いたいのは、そう、海底と地上が仲良く一つになるような曲なの。そんな歌は陛下がお許しになるはずがない。それなら私、ミュージカルには出ないから。あ、
アリエル。まったく、どうしてこんなことになったんだ。そもそもアリエルが恋なんてするからいかんのだ。しかもよりによって人間とは。アリエルは人間に恋を。ああ、とんでもないことだ。ありがとう、ソラ。これであの人も喜ぶわ。誰が喜ぶんだって？パパ！お前は人間の恐ろしさを知らんのだ。人間が恐ろしいなんてパパが言ってるだけよ。私は自分で確かめてみたいの。そしてパパに教えてあげる。人間にも素晴らしい人がたくさんいるって。アリエル、ここではっきり分からせてやろう。他に道はないのだ。やるしかない。邪魔して悪かったね。私は行かなくちゃ。余計なお世話だったようだ。恋を諦めるなんて辛いね。待って。サインすればいいのね。契約成立。さあ行くよ。アリエル、ダメだよ。ソラ、アリエルを止めてくれ。待て。
アリエルは息ができないよ。起きて、目を覚まして。あ、大丈夫かい？かわいそうに。声が出ないんだね。君はどこから来たんだい？それは僕のペンダント。君が見つけてくれたの？ありがとう。ねえ君、落ち着くまでお城で休んでいきなよ。あれ、セバスチャンは？それが、国王陛下に呼ばれたんだって。アリエルのことかな。トリトン王に知られたら大変なことになるぞ。隠してたんだからなおさらだ。アースラは？ちょ、私もいない。こっちの様子は？契約の期限は明日の夕方だよな。見て見て。あ、無事みたいだよ。ふう、びっくりした。じゃあ僕たちはアースラを探しに戻る？うん、そうしよう。アースラの手がかりなし。どこへ行っちゃったのかな。ああ、ずっと泣いてるんだよ、アリエル。あなたのそばずっと離れない、そばにいたいの。微笑みかけて私に、歩いて走って日の光浴びながら。あれを見て、あの女の人はアースラが化けてるんだ。よーし。
僕は一体。エリック。君は、その声は。お願いだ、もう一度声を聞かせてくれないか。エリック、私の名前はアリエル。そうだ、やっぱりそうだ。あの嵐の夜に僕を助けてくれたのは君なんだね。ああ、僕はなんて幸運なんだ。僕の愛した人が命の恩人だったなんて。エリック、ちょっと待ちな。あれを見るんだね。時間切れさ。アリエル、待て。邪魔するんじゃないよ。この通り、契約があるんだからね。さて、アリエルをどんな醜い姿に変えてやろうか。そんな契約はなしだ。その通り。なんだって。偉大なるトリトン王ともあろう者が契約を破ろうってのかい。まったくとんでもないね。まあいいさ。さあトリトン、これを見な。待て、アースラ。契約には従う。しかしアリエルは話してくれ。どういう意味だい。あんたがアリエルの代わりになるとでも言うの。ああ、仕方あるまい。陛下。ついにやった。パパ、こんなトリトン怖くもなんともないね。話して、パパを元に戻して。エリック、何をするんだい。人間の分際で生意気だ。いい加減にしろ。みんなまとめて片付けてやる。私は帰ってきたんだよ。トリトン王に復讐さ、王国を追放された恨み忘れはしない。自業自得だろ。ルッツさん、ジェンズさん、私を待っていた可愛い弟子たたち、ほら、そいつら懲らしめて追いやり。そうはいくかって。やった。おやおや、小さ
際人間だ。エリック王子しつこいよ。アリエルを奪い取られた恨み、日が触れたかい。諦めるもんか。その息だ。応援するぞ。ルーツさん、ジェットさん、私を待っていた可愛い弟子たち、ほらそいつら懲らしめて追いやる。残念でした。もう倒しちゃったもんね。いよいよ本気を出してやる。お遊びはこれまでさ。それはどうかな。そんなバカな。どんな問題。それを開始だ。ああ、もちろん。チェン。さあ、アリエル、もう大丈夫だ。こっちへ。アリエル？ごめんなさい。エリック、私本当は人魚なの。なんてことだ。隠していてごめんなさい。困ったな。エリック、さようなら。もっと真面目に泳ぎの練習をしておけばよかった。え？アリエル、今からでも遅くはないよね。教えてくれる？やった。Thank you.
なたね。俺たちとっても誇らしい。みんなの笑顔に力になれて。よかったな、アリエル。終わりよければ全てよし。僕たちとっても誇らしい。みんなの笑顔の力になれて。素敵な仲間はそれだけかしら。出てきて素敵な世界の仲間たち。今日は新たな歴史の幕開け。地上を抱いていて誇りあった奇跡を生んだ新しい道が開けたんだ。なんと、お別れかな。お別れ、そんなことないよ。だって、ワン、ツー、スリー、フォー、世界はつながっているんだから。好きな時にいつでも戻って。歌いたい時にいつでも戻って。またこんにちは。